夢を語れアクト2、頑張るあなたへ。どんなに描いたゴールが、こんばんは。パーソナリティの元バレーボール女子日本代表、竹下芳恵です。そしてこの番組のパートナーは、こんばんは、パーソナリティの西田茂弘です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週も素敵なゲストをお呼びしています、はい、ABC リブラで映像制作やアスリートマネージメントをされている脇中茂雄さんです。脇中さん、こんばんは。こんばんはちょっとテンション低いですよ嘘本当本当もう一回言います。一人でいるとね、今ね。あ、そうですよね。そうか、そうか、一人だからね。こんばんはって言えない。こんばんはって言って、こんばんはって、なんかちょっとトーンダウンしたから大丈夫かなと思いながら。ね、居酒屋でパッと会ったわけじゃないからね、やっぱりあのぐらいのテンションになってしまいますよね。うん、すいません、もうちょっとじゃ元気に。はい。脇中さんは本当にこう私もいろいろお世話になっている方でして、うん、どういうあれなんですか、マネージメント、スポーツマネージメントとかをされていた時もそうですし、もともとはビクトリーナ姫路の取締役もされてた方で、ほう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 、もういろんなこう仕事をされる、本当にめちゃめちゃ仕事できる、あげちゃいましたね脇中さんいや、もうちょっとあげてください。じゃあお二人は結構こう知り合ってからは長いわけですね。長いですよね、もうね、だいぶなりますね。本当に私が現役の頃からの知り合いなので。じゃあ、そうですね、脇中さんは10年近く。そうですね、10年近く。へえ、じゃあもう竹下さんのあんなところやこんなところも知ってるわけですねいろんな片鱗をちょっと怖いんですけど、その辺もちょくちょく今日出していただければと思いますはい、お願いします。はい、よろしくお願いします。この番組では番組のご意見ご感想をお待ちしています。メールはアルファベットの小文字で yume@fm777.co.jp です。yume@fm777.co.jp。 ファックスは 084-920-8765、 920-8765 です。この番組は外国人に特化した人材探しのパートナー、ヨロ、世界の漁場から日本の食卓へ、マルケイ食品株式会社、淡路島の豊富な特産品を気軽にお取り寄せ、ワン淡路の提供でお送りします。改めまして、今週のゲストは脇中茂雄さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんかいつもは脇中さんはこう選手の裏方とか、うんうんうん、だからこういうラジオとかに出ることがほとんどない方なんですよ。ほうほうほう。だからこそたくさん今日はお話聞きたいなと思いながらいるんですけど、脇中さん、子供の頃ってどんな子供だったんですか？子供の頃はですね、うん、いやでも本当にやっぱずっとスポーツ、振り返るとずっとスポーツに関わってたというかやってたなっていう感じで、うん、なんかなんでしょうね、そんなになんかこうじゃあすごい活発かっていうと活発すぎず、うん、なんかすごいこうなんかやるって決めたことはもう最後までやるぞみたいな、本当真面目なタイプだったので、うん、なんか本当一言で言うと真面目って感じ。キャプテン歴が多いですもんねそうなんですね。キャプテン歴多い、そうなんですよ、ミニバスケットもそうですし、テニス部もそうですし、キャプテンされてることが多いので、やっぱりこうなんか責任感も強いですし、あ、真面目だったんだろうなっていうのが想像できるんですけどそうですね、いやその特別にリーダーシップがあったとかそういうんじゃなくて、うん、多分その責任感の部分だけだと思います、うん、いやでもそれがね、やっぱり子どもの頃にあるっていうのはね、すごいこと、うん、広島出身なんですね。そうなんです、広島なんですよ、ね、なのですごい逆になんかいいのかな、広島の人に私出ちゃっていいのかなと思っていいじゃないですか、広島ですもんですね、どんどん広島弁使ってもらっても大丈夫ですよ子供の頃のその夢って何だったんですか？子供の頃なんか身の程知らずでですね、アナウンサーになりたいとか小さい頃は思ってましたね。すごくやっぱ
テレビがね、はい、それはやっぱりスポーツをしてたから、スポーツアナウンサーになりたかったところなんですか。あ、やっぱそうですね、なんかスポーツニュースとか見てて、なんかそういうスポーツの現場みたいなのが楽しそうだなみたいな感じで見てた気がします。このアナウンサー見てて、あ、こういう風になりたいっていう、なんか具体的なことはなくですか。なくです、本当漠然と。なんかもうでもその頃からなんかこうアナウンサーであったりとかスポーツに携わる仕事がしたいっていう風に思ってたんですか。思ってましたね、はい。そのスポーツのプレイヤーでっていうことじゃなくて、プレイヤーにもなれるもんならなりたかったんですけど、なれるもんならなりたかったはい、でもやっぱりこういろいろと才能的なところは、はい、あるので、うん、まあ、であればこう何かスポーツに選手とかに関わっていけるっていう方向にちょっとこう方向転換したかなって気はします。それはもう小学生の頃からですか。小学生中学生ぐらいの頃からもうそういう風に思ったんですか。思ってましたね、うん、早い、早くからご自身の夢っていうのはもう明確に決まってたということですね。そうですね、なんかそういうそこが漠然となんか自分の中にずっとあった感じはします。それでやっぱりその夢があるから、そういう進学もそれに向かって進学をしていったっていう感じなんですか。そうですね、基本的にはなんかもうそれになるにはどうしたらいいんだろうみたいな感じで動いてた気はしますね。すごいすごい、そんな賢く生きてきたんですねなんかもうなんかバレーばっかりしてきた、なんか私とかと全然違うなって思いながらいや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 、もうでも結局頭が固いから、なんかそれしかできなかったって感じだと思います、私は。すごい。でも就職ってやっぱり大変でした。その進学して今度テレビ関係に。そうか、だからアナウンサーとなろうと思って就職活動したわけでしょ、はい、うんうん、その当時そうですね、就活は、うん、はい、なのでテレビ局とかもメディア の, あの媒体とかだけしか受けなかったんですよ当時。はい、なの で, でも 何, 当時何社も受けた。はい、はい、あの就職氷河期と言われる時代だったので、本当にまだ少ない方なんですけど、これでも20社ぐらいは受けたんですよ。結構その大きい都市のテレビ局をもう自分の中でここのエリアがいいなって思って、うん、まあ、本当にあの履歴書とかいろいろエントリーシート出して面接まで現地も行ってみたいな感じで受けたんですけど、まあ、全滅だったんですよね。メディア関係が全滅っていうこと。そうです、そうです、全部受けたところ全部、な最終まで行ったところもあったんですけど、うん、結局ダメでっていう、うん、なんかもうすごい何が正解なんだろう教えてくださいみたいな感じでしたね、その時は。そうですよね、ずっとね、あのちっちゃい頃からそれを夢として持って頑張ってきたわけだから、やっぱりここそこで結果が出なかったら、もうどう何をしたらなれるのみたいな感じになりますよね本当その時はもうなんか、ま、本当 どうし今後どうしようみたいな感じでしたね。あ、そうか。その後に、どこに就職が決まったんですかね。その後結局ですね、まあ、映像の編集をする会社に、うん、あのまあ、ちょっといろいろなご縁があったりもして、うん、まあ、あのそこを受けて、まあ、なんだろう、新卒で受かって、でそんなに映像の編集って当時全く知らなくって、うん、どんなことっていうのかも分からずに、ただ何かこうテレビにつながるんじゃないかみたいなところがあって、うんうん、でも飛び込んだ感じですよね。全くそのアナウンサーとかそういうところの分野とは違うんですけど、なんかその、うん、テレビに関わるところの入り口に入っちゃえば、うん、なんかつながるんじゃないかなみたいな感じで、もう覚悟決めて、うん、この会社に入ったって感じでしたね。実際入ってどうでした。やっぱり大変、編集ですもんね大変でしたね。あの本当に機械触らなきゃいけないので、編集をする機械だったり、うん、でまあ、記者の人たちが取材してきたものをVTR にしてそれをテレビで流すっていう仕事だったんですけど、うん、なんかこう、うん、まあ、すごい緊張感というか、で正解がないようであるような、うん、まあ、編集であったので、うん、
なんか そこに対してやっぱりずっと先輩から怒られてたりもしましたし、なんかその辺ではもう自分が作ったものが世の中に出る怖さみたいなのもありましたね。あ、そんなね、テレビの舞台だって誰も知らないですからね。そうですね、なんかこんな風にテレビできてんだっていうのは当時思いましたね。いや、ちょっとそのテレビの裏側をねもっと聞きたいんですけどここでね、脇中さんのお気に入りの一曲を紹介したいと思います。牧原紀之さんのトークトーク06バージョンですかね。はい、そうですね、はい、この曲ってどういった思い入れがあるんですか？それですね、うん、あの、まあ、この曲自体なんかふるさとを離れて新しい街で夢を叶えるみたいな、うん、そんなメッセージが入っている歌なんですけど、うん、やっぱ自分自身が地元を離れて、うん、まあ、就職のために進学とかいろいろと自分の環境を変えていった時に、うん、まあ、やっぱ心細かったりとか、うん、なんかすごい不安になったりとかっていうことが多かったんですけど、で、まあ、それがなんかすごくこう自分の心をそのまんまみたいな感じのところの歌で、なんか聴いたら泣きそうになっちゃうような曲って感じですね。これなぜ2006年バージョンなんですか？これですね、これ本当この曲もっと古い曲なんですけど、うんうん、なんかそのタイミングの時に多分知った、その出会ったのがそのこの曲だったんですけど、その時がやっぱりそのちょっと転職も考えたりとか、うん、何かこうまた自分の環境を変えようとしてた時にいろんな自信なくしたりとかっていうのがあったので、うん、その時にズドンってハマったって感じでしたね。それではお聞きください。牧原紀之さんでトークトーク。人材派遣のヨーロ、外国人ならヨーロ、仕事を探しはヨーロ、みんなを結ぶぜヨーロ、 YOLO ヨーロ、 YOLO ヨーロ、ヨーロをよろしくヨーロ、 YOLO 福山ヨーロで検索。知ってる？淡路にはうまいもん餃子あるで。玉ねぎだけとちゃうねん。淡路ビーフやハモに赤ウニ、せや言うてくれたら家までなんぼでも送ったんで。まあお取り寄せっちゅうやつやな。ワンアワジで検索してみてや。ほな。創業以来50年間、マルケ食品株式会社は世界の漁場から日本の食卓へ、プロの目で厳選された良質の魚介たちをお届けしています。高いレベルの衛生管理で安全安心、マルケ食品株式会社。今週は脇中茂雄さんにお話を伺っています。脇中さん、あの先ほど映像編集のね、はい、お話とか聞いてたんですけど、やっぱりね、はい、みんなもう画面上で見るのが全てだと思ってるじゃないですか。でもその裏ではやっぱりその映像を撮ってきた人がいてとかっていうところなんですよね。そうですね、はあ、なのでその意図をちゃんと組まなきゃいけないのと、うん、短いあの映像にしなきゃいけないので、うん、そのきちんと起承転結を作らなきゃいけないっていうところとか、うん、そういう難しさはあるお仕事かなと思います。そういう裏の仕事もあるんだよって、ね、なかなか子どもたちも知らないところではありますよね、きっと。そうですね、ただね、テレビ見てると映像流れているだけだとは思うんですけど、うん、ただ今の時代って本当に誰でも動画撮って編集までできちゃうじゃないですか、うん、そうですね、だから意外と知ってくれてる人たち多いのかなって気はしたりします。もう時代ですね、私たちが生きてた頃とは違うんだなっていうそう本当そうです、うん、だって子供もなんかこれやりたいあれやりたいっていう中にそういう映像、ね、のこと出てきますからね。ですよね、やっぱ多いですよね、うん、そういう映像のお仕事から朝日放送スポーツ局へ転職っていうことになるんですかね。そうですね、はい。それはどういったきっかけで転職されたんですか？これも全くつながってないわけじゃなくて、その映像の編集をしていた時に、うん、やっぱ朝日放送なのでその高校野球を結構メインに夏とかは
放送してたりとかしていて、でそれの高校野球の映像も編集してたりしてたんですよ、はい、でそうするとそのいろんなその高校野球 の, その映像素材を見てて、あなんか私がもし現場にいたらこんなこと聞いてみたいとか取材してみたいなっていう気持ちにどんどんなって、はい、でその外の現場で取材できる人になりたいなって思って、うん、転職を決めたって感じですかね。いやでそこでねようやく記者っていう夢が叶ってこう取材とかするわけですよね、うん、はい、どんな感じでしたか。いや思ってた以上にきつかったっていう、うん、やっぱりその編集してた時に見てた映像を自分が逆に撮ってこなきゃいけない、うん、材料を自分で拾ってこなきゃいけないっていう大変さをすごい身に染みて感じたっていうのはありました、まあ、でもすごいたくさんの現場でたくさんの人と関わってでまた違う形で世の中に伝えるっていう緊張感みたいなのはなんかすごいもっとたくさん味わえたかなっていうのは思いましたね。アスリートにそのインタビュー取るとかってやっぱりすごく気使いますか。気使います。いや逆に聞きたいですけど、竹下さんも受ける側だったじゃないですか。うん、まあ、取材嫌いと言われてましたが私はね。いやでもそれやっぱりその準備って絶対記者さんって必要じゃないですか。そうですね、うん、はい、でその競技に対してのリスペクトがあるかないかっていうところも結構選手って敏感に感じるところだと思うから、でもやっぱり脇中さんってすっごい真面目な方だからそういう準備ってやっぱりきっちりやってきたんだろうなと思いながら話は聞いてたんですけど、どういったところにやっぱりあれですか、気使ってました。そうですね、いやでも本当まさにもう準備が9割って感じで、うん、でもやっぱりそのいろんな記者の人と同時に質問したりするしなきゃいけないところもあって競争みたいなところもあったので、うん、そうですね、そうそう、うん、なのでただいかにちゃんと選手のその本当の言葉を出してもらえるかっていう聞き方、うん、質問の言葉のチョイスはすごい気をつけてました。でも高校野球とかってもう本当に我が我がって記者の人たちって聞いてきますもんね。もうはい、取材合戦。その中で、ね、どう選手の言葉を引き出すかって大変でしたね。今振り返るとよくやってたなって思いますけど、そういった記者の仕事をされた後にスポーツビズ、スポーツマネジメントの事務所ですよね、はい、に転職されるんですよね。はい、その時ってどういう経緯だったんですか。ここもなんかその記者をやっていく中 で、うん、でまあ、取材をしていろんなアスリートの方と話をしたりとかいろんな場面を見させてもらう中でもっとなんかこうアスリートの素顔を知りたいなっていう風に感じたのと、うん、なんか寄り添う側っていう方にすごい興味を持って、うん、たんですよ。そのタイミングで、まあ、あのマネジメント興味ありませんかっていうふうにお声をかけていただいて、もうその流れにちょっと乗ってみようって感じで変わりましたね。実際あのその舞台そこへで挑戦って大変でした。はい、やっぱり全然違う世界だなって。同じスポーツに携わっててもやっぱりそのビジネスなので、なんかそこのビジネス感覚みたいなところはやっぱりテレビやってた時って持ってなかった部分だったので、うん、そこのなんか自分の中でいろんなことを落とし込んでいくのがすごいしんどかったなって最初は思いましたね。ここでスポーツビズで私は脇中さんと出会ったんですけど、本当にね、最初私厄介でしたよね。なんて答えたらいいんだろう。いやもう正直に、いやもう現役バリバリの時でしたしね、これ本当に私最初竹下さんと出会った時に、でなかなかコミュニケーションを取る時間も少なかったですし、とにかく緊張してましたね。
え、じゃあ最初に話した時の印象というのはどんな感じでした？怖ーって思った。やっぱり？やっぱりじゃない。絶対これあの西田さんあの主人の時からずっと一緒にされてるからもう私の昔から知ってる人たちのお話を聞くともう同じ回答ですよねみんなね。そうやっぱりじゃあ怖っていうところから入ってどうです、じゃあ話していくうちにあどん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 こう違う印象に変わっていったという感じですか？あ、はい、それはもうもちろんやっぱりなんかこうあすごく繊細というかあ柔らかい部分も当然なんですけど、なんで笑いながら言うんですか？そこ笑いながら言うたらなんかちょっとね本当にってなっちゃいますよ。確かに。いやすごい繊細だし本当にすごく人のことを見てるんだなっていろんなこと気づいてくれる方なんだなっていうのはもう本当日を追うごとにって感じで感じてました。でも自分でも反省するんですよ、うん、あ最初ツンツンしてたなとか。やっぱ最初人見ちゃうじゃないですか、どんな人なのかな、まあ入り口はそうだと思うんですけど、うん、構えちゃうというかね、そうですね、うんうんうん、ありがとうございますいう風に言うとそこスタートだったんですけど、でも本当にやっぱりこう寄り添うっていうところですごいあの脇中さんにはたくさんお世話になったなって。で竹下さんもどんどん話していくうちに、うん、頼りにしていきたいなというふうに思えるような感じになってきた。うん、そうですね、ビズから離れても今もなおこうつながってられるっていうのは、うんうんうん、そういうことだなと思いながら、はい、お付き合いさせていただいてます。じゃあ今はもうなんかあれですか、その仕事以外の話もいろいろしたりするんですか？そうですね、脇中さん主人のあのマネジメントの担当もされてたことがあったので、なんかお互いのことを多分いろいろ聞いてるから大変だったと思いますけど。そうですね、いや大変はなかったですよ、なんで逆になんかその本人に聞けなかったことを確認できたりもしたりしてたので、そこはすごくなんか逆にやりやすかったなって思います。ね、本当にこう、うん、私の裏話も出つつ、うん、来週はスポーツマネージメントの、ね、うん、お仕事についてももっと掘り下げてお話を伺っていきたいと思います。脇中さん今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではまた来週。この番組は外国人に特化した人材探しのパートナーヨロ、世界の漁場から日本の食卓へ、マルケイ食品株式会社、淡路島の豊富な特産品を気軽にお取り寄せ、ワン淡路の提供でお送りしました。